赤ごチカは、カサゴモクに所属する魚類の分類群の一つ。赤ごチなど、低生成の深海魚を中心にご属十種が、記載される。赤ごチカの魚類はすべて海水魚で、南アフリカ及び、アデン湾を生産とする、インド洋から、日本列島、ハワイ諸島及びペルー沖にかけての太平洋に、幅広く分布する。海底からあまり離れずに生活する、低生魚のグループで、 水深150から650メートルにおける大陸方、大陸斜面の砂底底を主な生息範囲とする。赤子地下の仲間は強く立て平たした平たい頭部を持つ。体部は細長く円筒型で、串うろこに覆われる。ほとんどの種類は赤い体色をしており、体長10から30センチメートル程度の小型の魚類である。口は大きく、顎、突骨、鋼蓋骨に、 微小な葉を備える。側線はよく発達し、浮き袋をかく。背びれは2つあり、第1背びれは6から12本の棘状、第2背びれは8から12本の軟状により、構成される。胸びれは21から27軟状で、腹器は胸びれ基部の直下に位置し、両ひれが離れる、近縁の小地下との間別点となっている。椎骨は26から27個。 赤ゴチカには、ネルソンの体系において豪族10種が認められている。本校では、フィッシュブイスに記載される3族8種についてリストする。2種を含む、ウバゴチ族を本家に含める見解もあるが、独立のウバゴチカパレベンブラデイとして扱われることも、多い。ありがとうございます。